集結せよビーストレイドということで、先日のアップデートで新しいねイベントコンテンツ追加されたので、今回はこれ見ていこうかなと。ビーストレイドということで、まあ、この前ビーストクッキーね、ミスティックフラワーこれ出てますね、真ん中に。でその他にもシャドウミルクっぽいのもいて、他3体ビーストクッキーっぽいものが映っていますが、多分これはねシーズンがあるからね、40にして決まってるから、ビーストクッキーが実装されるごとに多分ねこんなようなコンテンツがね出てくるんじゃないかなと思います。とりあえずまだ1回もプレイはしていないので、どうなのか見ていこうかなと思います。ここだけ入ってやめたんで、ビーストレイドっていうぐらいだから、なんかね集団で戦う的な感じかと思ったんですが、もしかしたらちょっと違うかもね。それ僕の集団っていうのは、そのみんなで、僕と誰かと誰かとみたいな感じで、その不特定多数のチームでなんかみんなで攻撃するみたいな、なんかレイドってそんなイメージがあったんですけども、多分なんかそんな感じではないで、自分で3チーム作ってみんなで攻撃するみたいな感じなのかな。まあとりあえずやっていこう。一生懸命黒糖がね説明してくれてるんで、じゃあちょっと3つチーム作りたいと思います。ということでチーム作成が終わりまして、こんな感じでね、まあ、どうやら3つチーム作れるんですけども、同じキャラクターは他のところで使えないみたいなので、まああんまりねちょっとどんな感じかも分かってないんで、適当にこれアリーナで使ってるやつ、これギルド討伐戦で使ってるやつ、これは適当にね、あの英雄系入れてみました。ということで実際に戦闘に入りたいと思います。時間制限6分、あ結構長時間戦うのかな。さあいきなりボスが出てくるのかな。あボスじゃないんだ。ライムが立ち込めている雷属性の攻撃が役立つとか、そういうのあるんだ。あもうこれがボスなんだ。虚無に侵食された山、山がボスなんだ。まあ、とりあえず速度 1.5 倍が最高なんだ。石の手が山の力を守っている、山の手がその手を壊すのだ。でもスキル使い忘れてたか。あれクリア、あれお？タッチ、あしかもミスったぞ。ちょっと待って、ミスったぞ。あなるほど。あれでも潰されてる。あちゃんと3回成功しなきゃいけなかったか。怖っ、怖いし、このむ、目からなんか黄色い液体出てるんだけど、これがなんかねちょっと血みたいで怖いよね。赤だったらもう完全にホラー。あなんか終わった。よくわかんないまま終わりましたが、まあ難易度がねイージーだったんで、多分そんなに難しくないんでしょ、難易度的に。次の段階っていうのは難易度が上がるってことかな。1回とか2回か、そういうことではないよね。あそういうことか、ランクがあるんだ。同じイージーの中でも EDC とかあるんだね、そういうことか。あれ、あ違う、あ違うわ。ランクっていうのは、まあ、与えたダメージというかスコアか。あ分かった分かった、そういうことか。多分これ難易度が上がれば上がるほど高いスコアが出やすいっていうことだね、多分。イージーだと倒しちゃったから、それで高ランクを多分叩き出せっていうのは多分難しい話なんだと思う。じゃあ、あ、でもダメだ。順番にやっていかないと。やっていくか。どうだろう。イージーがあまりにも多分入門的な感じで、あんまりね、全然よくわかんなかった仕様が。途中でタッチとか入ったのはちょっとめんどくさいね。まあ、でも雷属性が役立つって書いてあったから、まあ、雷電武将を筆頭にした電気属性パーティーとかもいいのかもしれない。でも任意のタイミングでこれって変えれるんだよね。こっち変えてみようかな。あれこの花を倒したとか、多分本番の戦闘みたいな感じかな。なんでここでブリュレを入れたところに変えて一気に大ダメージを与える。そんな言ってないか。振り回し、あちょっと何、え何、分かんない分かんない、あどういうことどういうこと。とても早く、
すごいね、なんかまた新しい感じのギミックというかなんか動きを入れてきたね。私が阻止しよう。パーフェクト。重なってちょっとって感じだね。重なった瞬間ってよりかは重なってちょっと経ったぐらいでピタッって感じで押すのがいいかも。で、とても早く、こっ、結局これは どういうかダメージ、一定のダメージを与えると下上下って感じで切り替わるのかな。そう、一気にダメージを与えたら2段階目で倒したりとかもあるのかな。それはないか。でもこれで C なんだ。もうあと2段階しか上ないけど、あーどうした、バグっちゃった、バグっちゃった、バグっちゃった、スキルが消えなくなっちゃった。どうしよう。なんかどうしよう、2番目のスキルがずっと、あ、消えた。こうだね。ハードもクリア。これで A ランクか。まあじゃあ多分これで多分 S は届きそうな感じかな。え、ちょっともう2分ぐらいここの最初の初戦でずっと止まってるんですが、え、なんかこの変な雑魚敵みたいなやつ、なんかに何回も倒さなきゃダメ？倒したと思ったらなんか違うやつが復活してきてんだけど、なんか一気に難易度上がったな。やっぱ適正パーティーみたいなのをぶつけないとあんまりスムーズには進まないのかな、高難易度というか。とりあえず雑魚前2人はいなくなったんで、またまたこうある程度ダメージを与えたら次のパートに進むと思う。これも壊さなきゃダメか。時間足りるかな、足りないかも。あれちょっと待って、ライジオブション死んじゃった。あ、多分これダメだ、無理だ、勝てないわ。ちょっと帰るか。いや結構やばいな、普通にダメージも結構なんか、何この雷みたいなやつ。ちょっと間に合う、あー間に合わない。うわー、ちょっとチーズのレーザーがくる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 、あら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 。ちょっとまあここは多分壁はなんとか壊せると思うんでクリアはできないと思いますが、とりあえず壁壊して次のフェーズに移るとこまでは見てみよう。あら壁怖、あ、はい、ということで新しいビーストレードやってみました。まあこんな感じらしいし、まあ多分ねこの動画が出る頃にはみんなの方がすでにやっているかとは思いますが、まあ、正直な感想を言うと、なんか思ったのと違ってそんなに別にめっちゃ面白くはなかったかな正直。まあ新しいね、避けたりとかタッチしたりとかっていうのは面白かったけど、ビーストレイドっていう戦闘自体は別にそんなにって感じ。レイドっていうから僕てっきりなんかね、またギルドメンバー、ギルドっていうか、まあいろんなその他のメンバーとかとみんなでなんか一人のボスをみんなで倒そうみたいな、そんな感じを勝手に予想してたんで、ちょっと違ったかな。まあでもこれはこれでね、なんかいろいろとこんな感じでコインがもらえて交換できるらしくて、持ってる人はとか持ってない人はね、ここでミスティックフラワーの茎の霊痕跡も少しは手に入れることができるので、これなんだこれ、ビスケットか、なんかすごいビスケットだな。まあこれのためにもねちょくちょくやっていこうかなと。まああと今僕ねこれクリアできなかったんですが、まあ多分ねおそらく適正パーティーというか適正の、宝物やらクッキーやらがまたいろいろとね出てくるかなと思いますので、またそのあたりを参考にしながらね
攻略していけたらなと思います。はい、ということで今回は新しく追加されたビーストレイド涙を流す岩山をやってみたというところです。ということで今回の動画はこれで終わります。さようなら。